皆さんこんにちは。今回は23歳男性、小売業の方からのご質問です。上司からのパワハラが原因で退職し、現在はアルバイトをしながら転職活動をしています。面接の質問対策をしている時に、前職を辞めた理由でネガティブなことを言ってはいけないと書いてありました。同じような環境で働きたくはないので、嘘はつきたくありません。どうすればいいのでしょうか。転職で叶えたいことでもあるはずなので、嘘をつく必要はありません。注意すべきは、自分に非がなくて相手が悪かったという状況の説明というのは非常に難しいということです。他責にしているように受け止められないためにも工夫は必要になるかというふうに思っています。以前パワハラが原因で辞めたことを伝える際に、いかに上司の方がひどかったかという説明を延々続けてしまったという面接に同席したことがあります。その面接はやはりうまくいかなかったんですが、一方で過去の事実としてハラスメントを伝えた後に、付き合い方を変えたり自分の貢献価値に話をスイッチしてうまく選考が進んだというもう一つの事例も経験しています。どのような環境であれば仕事を行うのに問題がないのか、こういった部分を言語化していく事実ベースの側面と、仕事に対する思いや貢献価値などポジティブな面、こういった両面を伝えていくのが非常に大きなポイントかなというふうに思っております。頑張ってください。動画が良かったと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。